武器と防具が全身揃うようにしてもらったと。え、そんなありなん？え、そんなありなんですかね。完全確率じゃないと。ホーリーローブした。お、激レア。え、え、レベル5出ちゃったんけど。え、何決まってんじゃないの、出んのって。当たりこれ。え、もう終わりこれ、もう終わりに迫ら、嘘。え、これ何プラチナリング強いのこれ。でもレベル5は強いって書いてあったよな。運良すぎてちょっと嫌い。え、マジでこれやばくないこれ。スクショ取っとくこれ、一応。ごめん、なんか、スクショ取ったら変になった。これでしょ？スザクの弓、これ何これ、当たりこれ、これも当たり。え、これね、これレベル5が出やすいとかじゃないの、あんま強くないのこれ。フーベラより強い、マジで 0.03%。 嘘。もう一発引くか。じゃあもう手応えあったんだよな、でもさっきのガチャ。あれ？あれ、またレベル5やえ、なにこれ？レベル5が確定してんじゃないのこれ。そもそも。え、レベル5が確定してんのやろこのガチャって。いや、なんもしてないほんまに。今出やすいんやろ。7% なの、でも。スザクよりは遅い。弱いぐらい。真空波。え、何これ。提供割合。あれ、でもほんと 7% だ。ちょっと、マジで。いや、すいませんね、課金のね、皆さん、なんかみんなが課金、その5000円、1万円ぶっ込んで、やっとね、当てる武器をね、こんなもう、なんかね、適当に集めたジェムで当てちゃって。まあ、7% だったら正直な、そんな出なくもないぐらいだよね。でも 7% ってさ、逆に言ったら 93% だよ。だポケモンで例えるんだったら、例えばエアスラッシュ？エアスラッシュを2回連続で外すぐらいの確率だよね。それよりもうちょっとあると思うけど。